皆さんこんにちは。こんにちは。マグロの刺身です。ボンちゃんです。はい。はい。ということで、はい、やってまいりました。やってまいりました。いつもご視聴いただきありがとうございます。とりあえずね。とりあえずさっき視聴者の方に、ね、はい、感謝の、はい、そうそうそう、あれ、言っとかんと。そこから始めましょう。感謝してないと思われる。はい、感謝チャンネルなんで、ね。全員に感謝して生きてます、ね。感謝で、大体日本は優遇される。救われるんです。はい、やっぱ愛があればね、そうそう、愛と日本人好きじゃないですか、愛と感謝、はい、愛と感謝それさえあればまあ戦争はなくなるんでね、テーマです、マイゴルフのテーマです、はい、まあ、皆さんにもね今夜まあ、そういうね僕たちからの愛と感謝をねちょっと届けたいと思ってますそんな動画、ちゃそのシリーズがバチバチの戦いです今日は争いです愛はどこ行った、ゴルフ場で戦争しますあかんちょっとね発言が過ぎましたけど、今日はですね、はい、まあ、兵庫県にあります、はい、オリンピックゴルフクラブに来ております。ありがとうございます。オリンピックさんね、いや、めっちゃお世話になってますね、はい、めちゃくちゃお世話になってます、はい、で、まあ、休場日にするってことは、まあ、ちょっとね特大企画を、はい、まあ、やっていこうということで、はい、ちょっと早速噛みましたけど、はいはい、今回はですね、はい、第7回、はい、マイゴルフサバイバープレゼンテッドバイ株式会社神戸ワールドエージェンシーさんということでやっていきたいと思います。大人気企画、はいはい、皆さんにまたお届けできる時が来ました。で、今回はねちょっと有観客ではないんですけど、はい、次回ぐらいからちょっと狙ってるんですよ ね、 そうですね、はい、まあ、ギャラリーとしてねもし考えてくれてる方はぜひちょっと次回僕らからアナウンスするんで、はい、その時を待ってほしいんですけど、今回は、はい、オリンピックといえば神戸ワールドエージェンシー様のサバイバーということで、はい、まあ、ぜひ盛大にやってほしいということで、はい、なんと賞金総額ですね、今のところ235万円でございます。ありがとうございます。で、もうやばいっすめっちゃ申し訳ないですよ、はいはい、めっちゃ申し訳ないしめっちゃ失礼かもしれないですけど、はい、感覚バグってきましたこちらがダメです、バグらんといてください。なんと僕が感覚バグってきた大丈夫なんですか、なんか僕もちょっと心配になるんですよ、大丈夫ですかってまあでもなんかちょっと俺ガチでどっかで俺一人サバイバーしてこうかななんか森とかで暮らしてこうかな、なんかちょっとバグってきてるわ、電気もガスもない生活から一回入らんと、一回やり直してここ戻ってきたらひっくり返るかも。あ、そうです、うん、そんなことあるそんな電気使えんのに賞金みたいな、ちょっとバグってきてるわ。いや本当にね、もう村上さんはね本当に、まあ、よくしてくれてて、ありがとうございます。まあまあ、ぜひねちょっとプロゴルファー男子ゴルフ界を盛り上げてほしいということで、そうですね、もう盛り上げるしかないですね。でも実際盛り上がってますもんね、なんか盛り上がりが最近すごいって、はい、もう噂で前回チャンピオン前回チャンピオン僕はね、はい、正直ね、ちょっとちょっと農家さんじゃないですか僕結構真剣にやってるつもりなんですけど、これでもね、皆さんね、ちょっと悔しい、さすがに、さすがに、さすがになんか一番先に負けてるけど、なんか知らんけど、最後のところなんでやん今日もやるではい、もうね、そうや、始めていかないと、ちょっと時間がないから、ね、時間がないから、はい、で、今回ね、ちょっとね、こう村上社長と、まあ、僕打ち合わせさせてもらって、はい、まあ、今まで10人ではい、1ホールずつ脱落していくというスタイルで、はい、サバイバルールでやってたんですけど、うん、ちょっと今回、はい、史上初、はい、12人で定員オーバーです、定員オーバーの12人大丈夫ですか、いずれ50人とかなってもう僕らなんか影薄そうみたいなならないです大丈夫ですか、定員オーバーですよ、1ホール12人するもう全然やる気ないどころか、なんかもう1人ぐらい来んかってもバレへんのちゃうかぐらいになります。確かにそうだったらバレへんで今回ねちょっと12人、はい、いや人気ですね、はい、じゃあどうすんねんと、そうですね、はい、やっぱ最後まで盛り上がる方がいいかなと、はい、1番ホールから6番ホールまで1人落ち、はい、1人です、もう今まで通り、はい、6人それで落ちちゃうと、はい、で6人落ちたら7番ホールから、はい、7番ホール8番ホールは2人落ち、はいはい、クライマックスです、はいはい、で2人落ち78で2人落ち、78で2人落ち、はい、で最終ホールは決勝戦ということで2人で、はいはい、マンツーマンでバチバチの戦いやってもらう、そうですね、っていうルールを設けております。ああいいですね、はい、
で今回敗者復活なしでございます。ちょっとおやつ買ってきていい？おやつちょっとおやつとレジャーシート買ってきていい？チャンピオン大丈夫、チャンピオンが大丈夫、彼ならやってくれるでしょ。まあ、あの多分あのルールが甘えやったかなっていう。あのルールがあったからあれに頼ってたとかあったじゃん。まあでも、オリンピックとかあるように誰かが強すぎると、はい、そういうルール変更ってよくあるじゃないですか。まあ、ね、それが入りました。ソフトボールも日本が強いからどんどんなくなるし、はい、ね、野球もそうやし、第6回で2位やったらよかったんですけど、1位で勝っちゃってやばい、ちょっとあいつ強すぎるってなってルール変更。はい、ルール変更。これはまあよくあるもんね。これちゃいますよ、普通にちょっといろいろ考えてね、いろいろ考えてね、あのポンちゃんが決して勝ったわけじゃないんですけど、ちょっと今回は、はい、でまあもうほんまにガチのサバイバー対決ということで、はいはい、もう正直にもうやり直し効かない系で、あ、はいはい、でちょっとね特別に5位まで、はい、賞金を変動させてあの入れてもらってます。ありがとうございます。あの、まあ、賞金表ね、あの、はい、概要欄じゃ編集で載せてるんですけど、はい、ね、あの6位以下はめちゃくちゃありがたいんですけど、はい、6位以下は、まあ、日当ということで参加賞ということで5万円参加賞の額じゃないけどね、あの正直ね。で、まあ、5位から変動します、はい、うん、でちなみに5位がその7番ホールで落ちた2人のどっちかになるんですよ、はい、これ5位決定戦します。そこまで、その場で、その場で、はい、次8番ホール、はい、2人落ちるです。3位と4位、またこれ賞金変わるんですよ、はい、ここも3位4位決定戦をやる。うわー、それおもろい、しびれるね、これね、はい、これがやりたかった。これのためにちょっとあの村上さんにちょっともうやばい、頼みまして、争い麻痺してるじゃないですか。すいません、争わせてなんかうわってなる。いやいや、あの麻痺大ですか、多分視聴者さんが一番うわーってなってるから。ビール飲みながらうわってなってるから、争ってるわ。そうそうそう、まあまあまあ、まあまあまあ、僕らは争ってなんぼなんで。そうっす。いや本当にでもね、はい、あの今回そういった形でちょっとねまた形を変えて、はい、まあ、マイゴルフサバイバー進化しましたんで、ぜひ皆さん最後までご視聴よろしくお願いします。お願いします。まあ、早速ね恒例の皆さんに一人ずつちょっと今回紹介したいと思います。はい、おはようございます。おはようございます。来ました、気合入ってる、ソムリエ、ソムリエ帽子。合ってるこれ、ソムリエってそんなスペル？な、確かに俺も知らんかった、うん、でも多分英語じゃないからね、ソムリエって。あ、そうなんや、うん、フランス？フランスかイタリアじゃん、知らんけど、バンシューではないですわ。バンシュー、それはちゃう。バンシューで通じるのボンだけ。所属先は全日本プロレスでしたっけ？毎回やらせてもらえない。手榴弾協会。手榴弾協会って何なんですか？何する協会？全日本手榴弾協会。何する協会？アームレスリング部です。手榴弾協会。たまにあのショート動画で流れてるあのビンタするやつじゃないですよね。あれで呼吸失う競技。痛そうですよね。出れないですよね。やります？やめて、死ぬから。ということで、はい、富士スタジアムゴルフクラブ所属の小川雅弘、はい、お願いします。お願いします。なんとね、マイゴルフサバイバーでは初代チャンピオン、はい、結構出てもらってますよね、サバイバー。そうですね、もうサバイバーの重さですよ ね、今7回目なんですけど、サバイバーは6回ぐらいで、そうですね、多分第4回だけが出てないんで、ああ、はい、じゃあでももうほんまにサバイバーの猛者ですよね。すごいですよね、サバイバーの。だって、いや、まあ、チャンピオンで輝いたのは初代だけですけど、まあまあそうですね、まあ、でも、はい、コンスタントに上位の成績を収めてるっていう。そうですね、はい、で、コンスタントにあの賞金持って帰ってます、ね、あ、そうですね、大体持って帰ります。今日はなんかやりそうやな。今日も持って帰りたいですね。ローンの支払いがあるから。あ、そうなんですよ。何のローンかはちょっと言えない。おかしいよな。大丈夫。どうですか、調子はあんまり良くないと、ちょっとちらっとお聞きしたんですけど。はい、まあ、良くない、いつも良くないって言ってますけどね、はい、うん、あの特別良くないです。でも何やかんやね、ショートゲームやもんな、ゴルフ結局ね、あんだけショートゲーム上手かったら、まあ、調子悪い方がね、無理しないんで。いや、そうっすよね、それはある。はい、調子良かったらね、ギャンギャンいっちゃうもん。ギャンギャンいっちゃうんで、過信しちゃうんで。そうやな、はい、過信良くないからね、ゴルフね、はい、ということでね、はい、今回、賞金がかなりでかいんで、そうっすね、ぜひちょっと頑張ってください。はい、頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。オリンピックゴルフクラブ所属の服部武史プロ。服部です。よろしくお願いします。ます
なんか嬉しそう。やってきました。好きなんですよ。あのオリンピックゴルフクラブ所属の服部武史です。あれ好きなの。なんでな積もってんの。もうだいぶ前やろ。なんか好きなのね。武史ありがとう、ついてくれて、ということでね、はい、まあオリンピックゴルフクラブといえばね、服部さんが、はい、おらんかったら始まらへん。始まらない。どうですか、ちょっと調子とかどうですか。調子ね、いやまあ割なりに頑張ります。でいつもなんかちょっとジタバタされてますけど。そう、ジタバタしながら、しながら結構ちょっと残るよね。結構残りあるから、はいはい、ちょっとこっちとしては悔しいんですけどね。ああ、まあそうですね。まあ今回もちょっと若い子めっちゃ多いんですけど。お、いやめっちゃ多い、びっくりした、はい、最年長。どうですか。俺最年長じゃなかったらちょっとみんないじりにくくない。大丈夫。いや、ちゃんといじってね。ニンニンって言っときます、うん、今日宮本さんいないんで。 あ、そっか、はい、その分よろしくね。ニンニン、服部さん決めた時ニンニンって言っときます。決めた時か外した時ニンニンって言っときます。いや、らしいな、ジャイアンとか言っとったけどな。まあ、たけしさん、ぜひね、ちょっと頑張ってください。はい、頑張ります。僕ら負けないように頑張ります。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。所属先どこですか。あ、OKS エンタープライズ所属の榎本剛です。お願いします。榎本くん因縁の対決再開。また一生因縁の対決。ね、前回第6回のマグロサバイバーで、はい、決勝で、まあ、ボンちゃんと激闘を繰り広げたネカという、はい、まあ、あれからちょっと仲悪くなったんですよね。あれからまだ僕エノの目を一回も見てない。チーム戦は何やったんですか。あれ上辺のチーム戦。上辺のチーム戦。いやー、まあエノくんね、ちょっと、まあ、あれ置きに行こう、結構ね、あの自分の、うんうん、まあ、ね、まあ一回こっちパターン変わってなって絶対思われてる。これでも、いや、動画の度にいいと思いますよ。動画のたびにパターン変わってるから、ね、いいと思いますよ。いやいや、よかったよ。なんか僕も、うん、いや、エノをちゃんとした道に戻してあげなあと思って、それで頑張りましたから。でも結果はね、あのちょうど今ね、セカンド QT から終わったばっかなんですけど、はいはい、しっかり通過して。スーパーガッツ、ガッツやったよな。ガッツやったね。え、残り3ホールに2位やのにやるな。2位やのに2位のくせにすごいな。くせに言うたら、くせに言うたら急になんか悪口みたいな。バリ上からになるから。俺もいけるか。いけると思うけど。受けましょう、受けましょう。え、3ホールで2バリ、はい、そう、ラスト3ホールで2バリで通った。えぐっ。通過しちゃうんだ。でもやっぱ気合いっすね。いや、ほんまになんか絶対通るだけ思って行ったら、あんまり思わんですけど、そういうの珍しくポジティブに行ったらいけます。確かに、いつも、ああもう無理やって、あかんわってなるとか言う、いやみたいな感じで。そうなんや、魂の時なんかあん時だけ、まあそれも多分あのボンちゃんに負けてるからと思うんですよ。そうやな、うん。感謝やから、感謝せなあかんや。まあでも今日もね、ちょっと頑張ってもらって。今日はそれもう彼ほっといて、もうちょっと調子乗ってるんで。今日はでも最近調子乗ってる。今日はでもあの省エネ作戦使えないですもん、ね、今日は。今日超使えないです、ね、だからまあ僕風神のルールになっちゃって。そういうところ。いやでもね、彼ね、多分ね、あのあれがあったからなんかちょっとしょ一番ホールちょっと抜いてた感あるんですけど、なんか弱からんすけどね。いや抜くことはないけど、そう、なんかちょっとこう気の緩みみたいな。まあ、ちょっとまあ負けても、うん、負けてもまあワンチャンあるなぐらい。うんうん、でも僕は2番まではいけますよ、実力通り。だいたい1人倒してるもんね。1人倒してる。じゃあ3ぐらいいけそうやね。何を後で詳しく聞く。後で2人になった時に詳しく。あの皆さんぜひね、えのくん応援してくれてる人もめっちゃ多いんですよ、はい、いやこの前負けた時の反響めっちゃ惜しかったねとか、よかったな、めっちゃ言われますよ。下のことフロントの方って言われて怖いな。みんなよ、みんな見てるな、みんな見てくれて嬉しいですけどね。いやいや、じゃあ今回はちょっと前回のリベンジ、そうですね、ぜひお願いします、はい、頑張ります。応援よろしくお願いします。お願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。センチュリーシュアゴルフクラブ所属の柴田雅弘です。お願いします。お願いします。あ、ちょっと元気ない。いやそんなことないです。そんなことない、はい、ちょっと鼻だけ詰まらせてきました。鼻詰まってる。はい、鼻選手、あれ夏のケージオープンのセンチュリーシュアの時ちょっと体調がね、あの残っててそのままらしい。一回治ってたけど、一回治ってたけど、なんかチーム戦の時めっちゃ生き生きしてた。出るってなったら風邪ひいた方がいいかなと思って。いやでもやっぱマサヤプロはやっぱなんか元気な少年みたいなイメージがあるんで、まあまあでもこれからですよね。これからです。まだ、はい、
ちょっと朝早いんで。朝早いから、はい、どうですかちょっとサバイバー第7回。めっちゃ楽しみでした。なんか噂によると、はい、本家に本家にって出た。何が本家か分かんないですけどね。ああこっちか、はい、皆さんぜひちょっと地上波を見てほしいんですけど。でも2月です。じゃあこれでも放送して終わってすぐぐらいな。あ、そうなん。本家行って本家がある。男版が始まったんです最近。そうなん。多分僕らのこれみんなこれ真似して、はい、すごい盛大にやってほしいということで。盛大すぎますね。でも、すぎます。マサヤが優勝したなんて何回やったの？2回です。僕はあそこから体調おかしいですだいぶないです。よくないな、この大会この大会こじらすぞ。だから体調悪くなる。でもやっぱあそこで僕はちょっといい経験したなと思ってるんで、やっぱあれでその考えすぎがよくないなと思ったね。まあ、負けるときは負けると。あでも今年の話ですよね。あ今年です。めっちゃ1年長いですよね。長いな。濃いな。1年でこんなやるとは思ってなかった、うん、7回目、うん。え、でも賞金多分今一番稼いではるんちゃうかな、そのチーム戦も含めたら。そうやね。チーム戦ね。おかげさまで。いやいやいや、マイゴルフのメンバーの中では一番多分賞金王ぐらいかな、うん、今。嬉しい。でも今日の感じでまた行くでしょう。また行ったらね。か稼ぎたいね。いやでもほんまに稼がんとね。うん、そうですね。プロゴルフはほんまに稼ぐしかないですからね。うん、足りることないですからね、プロフェッショナル。お仕事なんで、うん、いやちょっとまあ、滋賀から応援してくれてる方も多分いっぱいいると思うんで、はい、特に女性ファンが。本当ですか。あ、映ります滋賀。いや、多分映ると思うんですよ、はい、アプリ撮れます、ね、なんなら世界、地球上映ります。よかった。地球大丈夫です。また滋賀県民できました月は厳しいかもしれないですけど、ビアコの水だけは止めんといてください。それだけ流してもらえたら。そう、滋賀県民全員言うから。大阪人に向かって全員言うから。ビアコの水だけは止めんといてください。ビアコ虫はどうでもいい。水だけ。そう、みんなどうでもいい。水だけお願いします。ちょっとファンに一言お願いします。ファンちょっとできるだけプレー時間長くいられるように頑張りたいと思います。そうですね、はい、それはみんな多分一緒ですけど、まあ、はい、まあでもダイナミックなゴルフをお願いします、はい、OB しないように頑張ります。 OB はしないでしょ。ありがとうございます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 。じゃあ兄貴からちょっと所属先とお名前をお願いします。所属先はなくて、はい、山原大輝です。フリーです。お願いしま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 す。僕も所属先はなくフリーでやってます、はい、山原和樹です。よろしくお願いします。お願いします。いや久々の山原ブラザーズ、はい、久しぶりですね。久しぶりですね。前回大輝プロと池田匠プロがね来てくれて、はい、ちょっと悔しい結果で終わっちゃったんで、ね、今回リベンジでもう大阪代表として、はい、本当っすね。大阪レベゼンで勝たないといけない。レベゼン大阪。レベゼン大阪で。え、これはあれですか、都道府県対抗戦。そんな感じです。なんかどっかで今なんかやってるやつ。それのゴルフ版。あ、そうそうそう。実は試合決定。試合決定。え、どうですか。ちょっと久々に来てもらったんですけど、サバイバー2回目ですよね。そうですね、2回目です。僕は初めて。初めてやん、ね。はい。だからどんな感じ。この前出てなかった。いや、出てない。サバイバー出てない。出てなかったです。うちのサバイバー出てないです。もしかしたら本家、はい、本家出た。いや、出てないです。サバイバル自体、人生で初めて。ああ、なんかで、気のせいかもしれないです。気のせい。気のせいやね、本人が違うって言ってる。前でもね、兄貴がめちゃくちゃいい活躍をしてたんですよ。あ、そうなんですか。はい、で、ちょっとね、バーディーで落ちたんですよ。ーバーディーです。取り方が悪くて、バーディーの取り方が原因で。そういうのじゃない。ちゃんとサドンデスしたほんまに全員バーディーっていう。そうね、あれはちょっと不運やったね、はい。まあ、でもちょっと今回そんな悪い押し方しないから、そうですね、まあ、引き続きにちょっといいゴルフ見せてもらって、うん、まあ残っていただければ、はい、今回かなりでかいんで、ちょっとそうですよね、ぜひちょっと本当ありがたいですよね。持って帰って、2人で、そうっすね、うまい美味しいお肉食べますか。お肉食べてね、はい、また大きくなってもらって。うまいね。飛ばし屋多いね。飛ばし屋多いですね。これ飛ばし屋ばっかですよね。怖いわ。まあでも飛ばし屋筆頭なんで、うん、そうだね。で今回オリンピックゴルフクラブのインコース、はい、めっちゃ広いんで、はい、あ、そうなんですか。もうぜひぶちかましてほしいなと。振り回すか。振り回そう。ボンちゃんも振り回しますか。うん、僕こんなんしてる場合じゃない。あれでも。そう。振り回してるの。そう。チューンって打ってるんじゃない。チューンじゃない。じゃない。満振りよ。
はい、いや本当ぜひねちょっと、うん、大阪の方もいっぱい応援してくれてると思うんで、はい、ちょっと意気込みをちょっと、はいはい、この前は不甲斐ない結果で終わっちゃったんで、今回はちょっと優勝争いできるように、はい、頑張って残ります。応援お願いします、はい、お願いします。そうですね、僕はマイゴルフさんの YouTube でちょっといいゴルフちょっとできた記憶ないんで、はい、そうかなちょっと今回はサクッとチャンプになって帰ります。おおチャンプでも家具一昨年ぐらいか、そうですね、グランデージカップ買ってたよね。なんかいろいろ買ってた、はい、ここでもね、なんかちっちゃい座れた時もここでも買って、だって相性はいいんですよ。優勝ばっかやんな、まあ、ここ相性いいんや。それでもここは好きですね、はい、おー結構好きなんで、おーいいけど、まあ好きで勝てる、まあまあそうやね、勝てないっていうのがサバイバル、ね、ちょっと、うん、運要素もあるから ね、まあ、これはでもいいゴルフをしてチャンスを待つしかない、ね、そうですね、はい、もうとりあえずいいゴルフを楽しみで仕方ないです、はい、頑張ってください、はい、応援よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンピオンじゃないか。見たよ。チャンピオンです。何のやねん。何のやねん。裏の。見たよ。見たよ。いかつさチャンピオンです。いかつさチャンピオン。まさきに負ける。まさきに負ける。ラッパーおったから。ラッパーいますから。ラッパー兼プロレスラー。ああ。所属先、あゆうたきです。あゆうたき監督クラブ。所属の佐久間正志プロです。お願いします。お願いします。いやちょっとサバイバーは3回目ぐらいですかね。3回目やね、1回目とこの間と。なんせ佐久間さん人気プロなんでね、香川やったら。そうですね、スケジュールが引っ張りだこ。そんなことない、はい、今日も可愛い女の子とゴルフやったのに。マジっすか。それほっぽり出してきたから。あら、すいません。絶対そっちの方が良かったです。うん今やな、男12人で今から帰るわ11人や、間に合う間に合う、シドカン行けるから、ね、助かった。こちらとしては助かった。お願いします。いやビッグ大会なんでちょっと今日ね、はい、残念ながら相棒のリュウイさんが来れなくて。ほんまやね、そうですね、源もおらんし、ちょっと YouTube のあれ規制かかっちゃって。あ、やっぱりね。この間ちょっと やらかしてバナナでやらかしてた。そう、いろいろやらかすんで、はい、先川さんがやらかすかと思いきや、はい、リュウイさんが意外とやらかすんで。リュウイの方がやらかすね、昔からね、うん、昔からね、昔からね、ろくなやつおらんな。俺より下の台はもうほんまだね。危ない、うん、危ない、もうまたもまたも一番見てもらったら分かる。これでもチャンピオン。もう今日見してもらうでチャンピオン。もう家の大画面でこう見よったんやけど、ボンちゃんええみたいな。うちの両親がもうボンちゃんファンでな。嬉しいっすわ。また応援しよったで。急に家、うん、家来てな。しゃもじ持って行きますわ。おいしいご飯は出るわ。おいしいご飯は出るわ。大丈夫。家ちょっとあんまでもあっち系やからさ。組合契約署名だけして多分このクラブハウスと同じぐらいはあるから。怖い、通りすぎるわ。あかん、やめとこう。頑張ります。ありがとうございました。調子どうですか。まあ、あのね、この間よりかはまあまあ、はい、この間ちょっと荒れてますね。この間はね、ちょっとね、荒れ放題でも荒れてたなりにね、結構残ってあったの、敗者復活が。でも今回ないらしい。そうです、ボンちゃんルートできんな、うん、僕風地なんで、うん、先川さん風地です。真面目にします。だから、はい、下手したらもう帰り飛行機で帰ります。俺どうやって帰ったの。一回関空からえそっちの方が時間かかる。羽田から高松車置いて帰ってください。もう車も一緒に車買って帰るわ。買って帰ります。買って帰る、はい、そこまであるか。香川は安いんで車。あ、そんなことはない。そんなことなめてる。香川なめてる。なめてます。香川来いよ。シドカン来いよ、シドカン。もう一生入らない。大丈夫。もう一生行かない。そんなこと言われてきて。はい、ということで、はい、ぜひよろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。所属先はフリー。はい、フリーで。あの、藤井慎一プロです。はい、お願いします。お願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。久しぶりです。いや、ちょっと藤井プロ来てほしかったんですよ、ずっと。いや、やっぱり不甲斐なさすぎて、はい、もう呼んでもらえないのかと。もう首ですね、首だなと思って。いやいやいや、ありがとうございます。そこの多分悔しさが残ってたと思うんで、ちょっと今回ビッグ大会で、はい、ぜひありがとうございます。リベンジをちょっと多分、はい、一番リベンジ欲が今ある方やと思うんで、はい、そうですね、すごい燃えてます。でもなんかやっぱり広島なんで、はい、あんまりこうね、サクッとは誘いにくいんで、まあ、結構遠いですからね。もう LINE でピーンって送ってもらったら行くくってもう、はい、すぐ連絡させてもらいますんで。普段何してるんですか。どんだけ暇なんですか。大丈夫です、はい、暇してますんで。いや、そんなことないです。結構ね、試合とか出てますよね。そうですね、ちょこちょこ、はい、ちょこちょこね、
前回まあ出させてもらって、はい、この 3,4 年ちょろちょろっとツアー出たり、はい、アベマ出たりしてるんですけど、はいはい、その時より反響が良くて、あ、良くて、うん、あって、はい、あ、フジプロ落ちてましたねっていや普通にツアーで活躍した時を言ってくれよみたいな、ですよ 笑いすぎじゃないっていうぐらい、あのもうね、JGT よりマイゴルフの方が力入れていかないといけないっていうのが、あの今のゴルフ業界なので確かに、はい、頑張りさせて、確かに、まあ、それはある、それは、はい、頑張らさせてもらいます、いやいやお願いします。いやでもそれもこれも見てくれてるね、皆さんのおかげなんで、はい、本当にありがとうございます、はい、ぜひちょっと藤井プロ応援してくれてる方結構いっぱいいらっしゃるんで、ありがとうございます。いまだに藤井さんのラウンドと会議がめっちゃ、そうですね、そのまた藤井プロ呼んでほしいという声めちゃくちゃ多いんで、やっぱりスライスで悩んでる方が多いのかもしれないですねやっぱスライスで、でもやっぱツアーとか出てはるっていうのはもうすごいことだと思うんですよ、うん、自分なりに何か工夫してねやってましたけど、はい、はい、まあどうにかやってます。いや今日ちょっと久々にちょっと藤井さんのゴルフ見れるんで、ちょっと僕も楽しみなんですけど、ちょっと新しいの持ってきてましたね。あ、本当ですか、はい、嬉しい、はい、またお願いします。大道芸人みたいなここから何か出てくる新しいの一個ちょっと、新しいの持ってきました、ね、新ネタを、はい、しんちゃんだけに、はい、おっと年上にそんなに、まあ、あの広島のトトロって言われてる、わ、そうですね、あの藤井さんですからね、はい、でもちょっと痩せました、ちょっと痩せて太ったっす、はい、痩せて太った、もう増減は基本的に痩せて太ったやつ、はい、太った太った一応まだマイナスの方です、ああまだ大丈夫、じゃあ痩せてる方、はい、よろしくお願いします。お願いします、頑張ってください。はい、ありがとうございます。すいません、いろいろ失礼、大丈夫です。おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、所属先と名前をお願いします。はい、はい、ザ・サイプレスゴルフクラブ所属の井上圭太です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いやー、圭太。はい。何回優勝しましたっけ、サバイバー。勝ってないですね。あの、勝ってないです。僕と一緒です。はい、あの、結構いいとこまで行って。結構いいとこまで行って。ほんまにいいとこ行ってるよな。でも前回は僕2ホール目で押して、なんだったら最下位ですからね。ああ、この人がなんか下克上して、はい、下克上して前回いましたっけ、前回前回、はい、いやでもあれはいい攻めやったっすよ、はい、あれはいい攻めやったね、ほんまにあれは良かったと思う、なんかまあ結果ねあかんかったけど、うんうん、そうですね、まあ、ケイタプロもやっぱああやって攻めれるんやっていう、ね、なんか結構ステディーなゴルフしてるから、いやいや、そうそう、あそこは置いて3打目勝負で来るんかなと思ったら、うん、やっぱがっつり来たから、がっつり行っちゃいましたね、あの、いやいや、でもやっぱそういうのがいいですよね、やっぱ1日限りのこうね、うん、ビッグイベントなんで、そうですね、うん、はい、いや今回ちょっとそうですね、リベンジ欲が結構強いと思うんで、そうですね、しかもオリンピックなんで、オリンピックでね、いつも18番でドラマがあるんで、そうですね、うんうんうん、今回はちょっといい方のドラマ、そうですね、18番までまたなんとかたどり着いて、はい、なんとか行きたい、いや、そうなんですよ、そこなんですよね、今回ちょっと12人なんで、そうなんですよ、7、8で2人落ち、2人落ちあるんで、はい、なんでやっぱりサドンデスも結構増えてくると思うんで、うんうんうん、そこが鍵になってくると思うんで、そうですね、そこでなんとかクリアできるように、はい、頑張ります。頑張ってください。はい、頑張ります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。おはようございます。朝からアナス。おはようございますみたいにアナス。何でも使えるんで。さすが。使えてないですよね。別に使えてないです。使えてますよ。ということでね、はい、なんと今回大スペシャルゲスト、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いで。ショータイムゴルフから。翔太くん来てくれました。あらーす。昨日あのストーリー見てて、はい、あのインスタの、はい、兵庫へって書いてて、はい、どこ行くんかなって来てました。いや、そりゃそうです。知ってたでしょ。あ、ここ朝、ここのことなんか一人大変だな。あ、ここか。いやちょっとはるばるね、ちょっと時間かけて、時間と手元いろいろかけて来てもらって、結構でもこれ出てほしいみたいな声めっちゃ聞いたんで、あ、ほんまっすか、はい、もう出ないわけにはいかないと思って、いやありがとうございます、はい、いや今回ねちょっとあのかなりビッグなワンデーにしてはビッグすぎる賞金が、はい、やばいっすね、さすがいやいやいやさすがな持ってるちょっと前ゴルフこれが違う、僕ら一銭も出してないから上品チャンネルなんで
ちょっとマウントしてますね、これね。いやいやいや、マウンティングしますね。いやいや、こっちの方がいいんでしょ。こっちの方が上品なんだよ。アナスの登場がやばい。いや、ちょっと今回ちょっとね、一緒にちょっと翔太くんもね、盛り上げてもらったらということで、まあ一旦聞いてみたんですよ、翔太くんに、あの、はいはい、もしこういうのがあったら出たいですか、うん、ぜひ出たいです。いや、秒でね。はい、秒で、秒で。だってゴルフハマってる言ってましたもんね。ああ、でももう終わったんですよ。終わってた。誰が QT セカンド常連だ。あの、ファイナリストですもんね、どこしよう、落ちたの。あー、いいね、これいいね。いや、今年はちょっと翔太くんゴルフハマってるからガチでファイナリストになるんかなって思ってたんですよ。あの、こんなん言うたらあかんけど、と落ちちゃってたんで。ドラゴン代表、ドラゴン代表、ドラゴンの方にちょっと最近ドラゴン昨日も降ってきたんで。あれすごいっすね、忙しいです。すげえな、昨日結構飛ばしたんで。いや、だってでも前の時からめちゃくちゃ飛んでましたからね。ほんま飛んでた。今回12人なんですよ。、はい、で7番8番で2人ずつ落ちるんで、もうぜひちょっと翔太くんにはね、決勝まで残ってもらって、ね、はい、まあ行くんじゃないですか。でもやったことありますよね、これ。翔太の方では一回、ね、やってありましたよね、はい、パクって、あ、僕らさ、パクっちゃってね。僕アイデアの時にはもう暗段階で撮ったんです。そうっすか。あ、そうそうそう、冗談です、冗談です。嘘、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 パクりました。こっちもね、ゴルフサバイバーパクっちゃったんで。やっぱパクらんとね。まあまあ、そこはね、パクるという言い方なんですけど、ね、シェア、シェア、シェア、皆さんでシェア、ゴルフ界、やっぱみんなで盛り上げないとね。そうそうそう、はい、盛り上げないと。ちょっとジタバタしたな、今。急にカメラ回ってたからよかったけど、ちょっとジタバタした。ちょっと怖い。全員がパクってたから。そうそうそう、誰も本家じゃない。どっちも本家じゃないの。今あの賞金額で本家超えてる。そうそう、超えてる。あ、そうそう、もうね、ちょっと申し訳ないですけど、うん、こっちが本家みたいな。そうそうそう、本家やめましょう。本家とかも、じゃあもうやめます。そういうのないから、ね、ないんで。僕らサバイバーなんで。サバイバーなんで。すいません、サバイバーを決める決定なんで。あの、サバイバルじゃないんで。バルをするつもりは僕らもう到底ない。バーとバルでだいぶ違う。そうそうそう、英語、そうそう、英語できない。英語できます。英語できます。英語できます。留学されてたの。ちょっとこの感じでいったら9ホール持つかな。大変ですけど。でも翔太君今日ちょっとあの、ね、知り合いのプロもいらっしゃるという。まあ山浦君兄弟はね、はい、出てもらってるんで。そうですね、こっちに、はい。まあ、山浦君といえばもうショータイム嵐ですよね。そうですね、結構嵐しますもん。2人でもう100万ぐらい持ってっちゃってるんで。あら、行かれちゃってますね。取り返さないんですよ、ここで。そうそうそう、あ、ほんまや、ほんまや、ほんまや。ちょっとね、今日もカン君はお忙しいということで、ね、ちょっと来れなかったんですけど、カン君何してるんかな。カン君何してるんですか。なんか女子とゴルフばっかり行ってません。でもカメラの前で言えないことばっかり。それもやばい。言ってるね。言うたよ。ちょっとぜひ会わせてください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ショータイムの方もあの初めてね、多分見てくれてる方もいらっしゃって、うん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それも上品な上品な皆さん。オナスって言ってませんでした今。言ってないですよ。まあいいや、お願いします。オナス。はい、ということで、はい、12名の選手、はい、僕ら含めてね、はい、集まりました。皆さん明日からね放送しますので、ぜひ最後まで見ててほしいなと思います。お願いします。まあ、あの皆さんそれぞれ個性があってね、まあ、面白いし、今回あの、まあ、僕らのサバイバーでは皆さん残ってもらうんで最後まで、はい、でだから落ちた人も解説をしてもらうんで、ぜひ皆さんあの解説とかもね聞きながら楽しんでいってほしいなと思います。まあよかったらね優勝者予想して、まあ、盛り上がっていただけたらいいのかなと、はい、まあ僕らも嬉しいです、その走者らね。そうですね、はい、でボンちゃん、はい、ディフェンディングチャンピオン2連勝狙えるということで。そうですね、まあ連覇狙えるのは 僕しかいない、はい。まあ、で今日見た感じ、まあちなみに誰を倒せそうやった。藤井さんやろ。藤井さん1回勝ってるからって。藤井さんと、藤井さんでエノはこの間勝ったから7ぐらいまではいけるかな。まあでもほんまに頑張ります、はいはい、調子良さそうなんで僕。調子とかない人やから。調子ないんですよ。 ない人やから、はい、あのだいぶ前なんで、はい、ちょっとクラブ振ったの。でも昨日練習しました、はい、
完璧でした。わかりました。どうですか。僕は前回ボンさんがねマイゴルフから優勝して、はい、まあ、嬉しい反面ちょっと、まあ、先に僕優勝できると思ってたんで。そうですね。誰もがスッて持ってかれたんで。いやまあまあそれはそれでよかったんですけどね。楽しかったんで、はい、楽しませてもらったんですけど、やっぱ僕もね勝ちたいですし、そうですね、まあ、でも勝ちたいからといってね勝てるもんでもないと思うんで、本当に なんかこう最近サバイバーの戦い方もちょっと徐々に分かってきつつあるんで、はいはい、まあ、自分のまあ、なんせもう多分自分のゴルフ集中する、うん、しないとダメなんですけど、多分周りがいるからできなくなっていっておかしになっていくんで、もう自分のゴルフだけしっかりやって優勝の荷物をね届けたいと思っております。ということで、またね明日からぜひ皆さん最後まで楽しんでいってほしいなと思います。高評価とチャンネル登録もね僕らの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それではまた明日お会いしましょう。さよなら。